小池ゆり子です。ご無沙汰しています。私ね、あの、安倍晋三さんの回顧録の中でトランプで言うと、ジョーカーだって言われて、<laughs> 嬉しいわ、ゆり子なんか普段は使わないカードで、普段はいらないんだけど、なんかの時に使えるカードってことらしい。でも、ゆり子ジョーカーになって嬉しい。まあ、それは置いといてね、ゆり子ね、東京都で環境保護を進めてます。ゆり子すごいでしょ国政に戻って、総理、目指してないわよ。 うん、希望の塔が希望もない塔になっちゃったからね。まあ、だけど、ゆり子あの、環境保護をどんどん進めてるんです。それでね、ゆり子が、あの、今進めてる環境保護、すごいよ。だってね、普通、木を大事にしましょうって言うでしょでも、ゆり子の場合は、樹木を切って、太陽光パネル。もう一度言いますね。樹木を切って、太陽光パネル。これが、 ゆりこの環境保護なんです。すごいでしょえ、どういうことってみんな思うわよね。でも皆さんよく考えてみて。<laughs> ちょっと間違えちゃったの。えっ、ー、と、樹木を聞いても書いてたんだけど、間違えちゃったからもう一回書き直すわね。ちょっとその間待って。だってね、普通樹木が大事だと思うでしょだけど、あの、なんかそれって思い込みなのよ。だってね、太陽光でいっぱい、えー、電気作った方がいいでしょ あ、太陽光パネルは中国製なんですけど、樹木を切って太陽光パネル。これがユリコの環境保護すごいでしょこうやって、えー、電気を作ることによって CO2 を減らすことができます。ですから、えー、木もね、CO2 吸ってくれますけども、木が CO2 吸ってくれる代わりに、えー、中国製の太陽光パネルが、えー、 co 2を減らしてくれるっていう。ゆり子すごいでしょそうなの。もう一個あるのよ。ゆり子、それがね、かさ臨海水族館っていうところでそれやってるんだけど、ゆり子のすごいね、えー、計画やってるんだけど、もう一個の。やっぱり樹木大事だと思うでしょ特になんかね、あの、神宮外苑みたいな、あの、親しまというところで樹木がたくさんあったら、それは大切にしなくちゃいけないと思うでしょでもそんなことじゃ、この東京都の知事は務まりません。ゆり子の意外な、ね、 さっきは、樹木を切って太陽光パネルだったけど、今度はゆり子の、えー、環境、政策、発表しちゃいます。樹木を切って、高層ビル。樹木を切って、高層ビル。 覚えましたか樹木を切って太陽光パネル。これは中国製ですね。それから樹木を切って高層ビル。これは中国の、えー、ものではないんですけど、依然れはですね、こうやって日本の国内のゼネコンさん、そして、えー、中国の、えー、メーカー、ね、どちらにも気を使った、えー、とても素敵な、えー、ルイコの環境政策、覚えといてね。これは東京都の中の小学校とか中学校だと出ますよ。 小池百合子父の環境政策といえば何でしょうか樹木を切って太陽光パネル樹木を切って高層ビルこれがあそうそう高層ビルはねなんで環境のためになるのかっていうと百合子わかんないうんでもなんかその環境高層ビルだとねあの上の空気上の方に住むでしょあのタワーマン文学みたいなのもあるみたいだけどなので環境にいいんじゃないかしら 上の方の空気吸ってる住民の方って環境にいいかなって思うだからゆり子はねこの2つをこれからも進めていきたいと思いますということで東京都は樹木を切って太陽光パネル樹木を切って高層ビルゆり子の環境政策すごいでしょまた次の選挙でもゆり子を選んでね東京都民の皆さん小池ゆり子でした <laughs> こ,れこれでいいですかうんそう安部さんに、ね、私ジョーカーって考えて嬉しかったのうん 私ジョーカーカよこれからジョーカーゆり子っていう名前にしようかしら。